これでいいの？貴重な写真ですよね。はい、そうですね。
よくこれ押さえましたね。はい、よくこの写真を撮ってる人は俺よく撮ってますよね。俺熊谷じゃないですよね。熊谷もでもあったよ。あの新町神戸浜とかの辺じゃないですか。やだ、はい、なんか作戦っぽかったもん、なんかもうね、なんかね、暑そうな感じするもん。後ろには撮影渋滞ができて、そうですね、車がちょっと映ってますけどね。はい、写真一枚ではそこまでわかる。ちなみに、左下に写真、森ゆりかと、森ゆりかと書いてますが、そうなんですよ。広告用で使っている写真をずっと、お借りしまして、使用させたいと思ったんですけども、はい、貨物好きな、森ゆりかちゃん、望遠を持ってうろうろしてるって、はい、よくわからない、よくわからないアイドルの人ですね。はい、鉄道の写真超長玉なんで、はい、それはお前を撮るもんちゃうんかみたいな、ね、超長玉で本来向けられるものの人が持ってるっていうのは、ね、面白いですね。撮り合っちゃったりとか、ね、そうなんですよね。はい。被害者大好き。はい。そうですね。その森ゆりかちゃんもね、応援に駆けつけてくださいますね。そうですね。はい。あの、日曜日に。日曜日に。はい。ちょっと応援で来ていただけるってことになりましたので。ガンガン皆さん映してください。めちゃめちゃズームして映してくださいね。はい。特に会いたいという方は、ぜひ日曜日にお待ちしております。はい。はい。こちら9月の発売予定ですね。はい。はい。はい。来庁ですよ、来庁。はい。さよならと、さよならと、はい、さよならなんですよ、はい、いうちょっともう世も末的な、はい、関西の人にとってはとってもショックだと。いや、そうですよ、はい、L 特急といえば来庁、来庁、はい、トミさんね、さよならシリーズの、そうですね、新たな一員ということで、はい、そうですね、はい、今年の3月11日に走った来庁33号を、はいはい、あのフルコンクリートでお届けさせていただきたいなと。下りでした、下りでした、大阪発金沢駅、はい、私が最終日のことを、ね、はい、再現ということで、そうですね、これは何両編成なんですか。これ9両編成、9両編成、はい、歴史のですね、紐解いたパンフレットにつきまして、はいはい、あのずっとパンフレット読んでおったんですけども、来庁、L 特急来庁がL 特急の中で一番本数が多かったというふうに、あ、そうだったんですかね、書いてありますので、はい、いや、内庁はね、はい、この簡易貫通扉のなんか変なやつとかもあったり、はい、とか、はい、あるいは、はい、583系の、はい、タイプの、はい、その辺の写真もちゃんと観察には入っておりますけど、裏で見させていただいたんですけど、すごく良かったです。あ、マジですか。見させてもらおう、見させてもらおう、はい、はい、はそちらの方も、はい、ご期待いただければと思います。はい、こちら限定品で9月の発売予定でございます。そして、はい、来ました、はい、そうですね、はい、こちらは、はい、CM 撮影でも、ね、あの走ったやつで、今年の2月20日に、鹿児島中央から博多まで片道運転、はい、ということだったそうなんですけれども、このレインボーという文字の中、はい、このフル編成8両きっちりとフルコンクリートで、はい、ね、もっと走ってほしかったですね。そうですよね、正確で苦労して発展ね、貼ったんですけどね、1日限りってもったいない感じしますけど、これはかっこいいですね。かっこいいですよね、はい、レインボーカラーとしても成立してますよね、はい、CM 撮影中手を振ってね、ありがとうって、はい、全てのメッセージが入っているんです、はい、スターレイルで先行発売してますが、はい、全部の文字は入らないですね。そうなんですよね、はい、コミックスの方がこう、はい、なんか本物よりもかっこいい感じがします、ね、余計にするとまた少しずつ出るよね、はい、ね、いかがですか、松田さん、模型を向かって、まあ、うちのあれですね、走らせた時皆さんね、手を振ってだけですね、はい、これを東京まで直中させたいと思います。OK になるならね、楽しいですので、はい、東京、はい、続行で、まさみに、はい、こちら9月の発売予定でございます、はい、そして、はい、はい、北海道山陽新幹線、はい、N700、はい、もうね、いっぱい増えました。今64編成ぐらいまで、そうですね、ありますか、あるらしいんですけども、今だって300系がもう、そうですね、本年の中で1本もないんですね、はい、もうないですね、はい、マジですか、300系、2号車だから黄色い300系、
バリバリ売れるんじゃないですか。はい、そんないっぱい増えましたこの N700 系ですけど、JR 東海の車をですねモデルカーということで、はい、あの東海と西日本と N700 系走ったんですけど、はい、違いというのはこう昔は1号車、8号車、16号車の車番の脇に JR っていうマークが入ってました。それが青いかオレンジ色かということでですね、見分けができたんですけども、今の東海の N700 ですね、全部の車両に JR のオレンジがついてる、はい、こんな形車両も全部貼り出したらしいですので、なんかあれじゃないですか、はい、置き忘れる、騒ぎ忘れです、はい、ちゃんと名前書いておきなさいこっちのだっていう可能性で一応足りなかった、模型化したサイズですね、なっておりますので、売り役に立つ、今回動きはその全部の車両と JR マークがついた姿と、はい、ご紹介させていただきたいなと思っていますので、基本セットが、何両、基本セット4両ですね、基本セット4両、はい、4両に、はい、上結が4両セットと8両セット と、はい、で合わせると16両、なるほど、そんなような組み合わせとなっておりますので、はい、はい、そして、はい、皆様大好きな青函トンネル用の青函トンネル、はい、機関車ですけども、こちらも、はい、だいぶ EH500 に、ね、活躍の場がこう結構変わられて減っておりますので、そうなんですよ、なんとかならないですかね、ねえなんとかならないですかね、あの青函もそうですけど看板もね、はい、関門もしかり、関門もしかり、もう青函もしかり、EH が来て、もう、はい、模型ではこの7950の10年でですね、はい、青函トンネルを超えていただきたいなということでですね、今回新規で作りまして、はいはい、発売させていただくという形で進めさせていただいておりますので、それもトンキさんってもう誰でしょ、そうです、7級は0番台、100番台、0番台、シングルパンタ ー、50番台、40番台、4種類ですね、はい、となっておりますので、はいはいはい、こちらの方もぜひ10連で、はい、10連ですね、はい、10連がやっぱりよろしくお願いします、ラックフェイスと、はい、運転台のところ ね、薄いブラウンで、はい、薄いブラウンでできまして、はい、非常にかっこいいですか、向けね、はい、渋い相手もうね、現役ではこの19号機という、ね、高崎にいるの1両しかないわけなんですけれども、はいはい、昔のですね、国鉄黄金時代、40年代、50年代頃ですね、楽しんでいただくように、茶色塗装のものと一般色塗装のものと2種類と、はい、あと今のその19号機の JR 仕様というのは、はいはい、あのライトが2灯のこの写真のタイプで、はいはい、モデル化をさせていただきたいなと思っておりますので、ね、これ確かアメリカントレインで、そうですね、そうです、はい、安らぎと安らぎ色、いろんな色に変わりましたけどね、はい、僕は初めて見た直流電気ですね、白石に来てましたね、札幌、ああアメリカントレイン、ね、目が取れる電気か、青くないねー、愛せがいいねこいつです、ね、初めて、あ、そうですか、うん、関西はなかなか僕らは EM65がどうしても主だったのかなって思うけど、58号とか EF15あたりがちょっと何が薄いんですけど、今になって結構そうですね、各鉄道フェスタには出張でいらっしゃるので、呼ばれて現役で残っている機関車ですから、この究極を、展示用の究極を2両引っ張ってこう山手貨物で似合いますね、という形になっておりますので、はい、こちらの方も、はい、そうですね、はい、見させていただければと思います、そして、はい、出
ました。薄い峠シリーズ。はい、コミックスの、薄い峠ですね。ちょうど実物の廃止の頃が、第1回で、はい、非常に盛り上げをさせていただきました。いやー、すごかったですよ、はい、コミックスさんの6さん出た時は。はい、もう、我も6さんでしたね。買えない、買えない。みんな6さん、6さん、6さん。そんな6さんブームが早15年前という形になっているんですが、はい、今年ですね、もう一度、コミックスで薄い峠を蘇らそうということですね。蘇らせようやもう、はい。ということで、いろいろ、ご用意してきました。はい、1つ目がですね、はい、6、3ではなくて、それにつながる189系の浅間とグレードアッパーさん、はいはい、同じような写真ですが、2種類別物だと、はい、これはどっちがグレードアッパーさん、グレードアップは下の写真がグレードアップ、そうですね、はい、これはノーマルアッパーさんですね、はい、それ どこで見分けてるんですか、ね、窓ですね、はい、自由席車だけはそのままですけど、3両目まで窓が、天地が狭くて、4両目から窓が、天地がでかいんですね。4両目以降、はい、あっちは全部まだダブルデッカー、ダブルデッカーじゃないわ、はい、ハイデッカー構造になって、はい、三陸のこの、ガチャッ、ガチャッ、そうですね、はい、ガチャッ、はい、なるほど、これが、こちらはグレードアッパー11両、ノーマルガスは9両、はい、9両、はい、なるほど、11両編成厚いですね、はい、で6、3がついて13両と、まあ、ノーマルだと、ね、妙高校できるわけですね、妙高校、妙高校5までヘッドマップに書いてあるもん、5まであれはなかったんだ、妙高校5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 、妙高校あれはね、ムーンライト新州、はいはい、これ価値観まで乗ったら通りでしたね、はい、あ、いいですね、はい、いっぱいでもポイントがもう一つあるんですよね、はい、何ですか、やっぱりね、189の9といえば、はい、横から通過対応者の証ということですね、はい、なるほど、はい、あれがついてくる丸マークですね、丸マーク、はい、こちらの本も、はい、きっちり再現させていただきまして、はいはい、もちろんそれ以外もですね、きっちりやるんですけれども、はい、まあ、そういったところが、横から通過車両の見分けかなということでですね、はい、実物を見ることがあれば見ていただければと思います。以前出た時は489で、ね、189の方はなかったんですね、これは頼もしいアイテムですね、はい、こちら冬の発売予定でございます、はい、楽しみに、そして、はい、そして63、はい、はい、いいですね、はい、そうですね、はい、15年前でスタートでですね、リニューアルということで今回また再度ご用意させていただいておりますが、はい、はい、動力装置の見直しなどとかですね、配布とこう、全面手数の別パーツ化などですね、はい、今まで以上にこう再率化をさせていただきまして、再度、皆様のお手元にお届けさせていただこうかなというふうに思っておりますので、はい、はい、ここは2両セットなんですか、そうですね、M と T と、M と T と、はい、あ、T の機関車、T の機関車なんですよ、これはもう、模型としては、模型ならではと感じますね、そうですね、はい、ガタンガタン派には、そうですね、たまらないですね、ガタンガタンにはたまらない、ガタンガタンは、ね、ガタンガタンって自分でやるタイプに来たり、そんな遊びは NG じゃしないと思いますけど、私もやってました、やってやるどうも南野さんは変わった遊び方をしてました、そうですね、はい、そんなような形になりますので、はい、2秒セットで発売となります、はい、ガタンガタン派、はい、お楽しみに、はい、そして115系湘南シャプレッツ、はい、に3両なんですよ、これ、そうなんですよね、かたくなに3両を保つっていうか、で、まあ、63につなげてよし、115だけ遊んでよしということですね、3両から15両までお楽しみいただけるようなセット構成で、はい、これは63との連結も可能なんです、そうです、もちろん、はい、はい、なっておりますので、はい、こちらの方も一緒にですね、お考えていただければと思います、はい、冬の発売予定です、そして、はい、新幹線に戻ります、はい、はい、第1新幹線、はい、100系ですね、復活特急ということですね、はい、そういうネーミングさせていただきました、
はい、一応本年度中で実物は引退と言われておりますので、はい、予約してたらもうという前のもう、はい、そうですよ。そうなんですよね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 。スター材料のそのね、スターが、ね、これは今もう小玉運用しかない。そうですね。しかも岡山から西のエリアでしか楽しめないということでね。倉敷広島。そうですね。新倉敷。うん、ラクさんですよね。広島市中行くときいつもあのサンライズで行ってたんですけど、あ、新幹線で行けよって話なんですけどね、サンライズで行って岡山で降りて、そっから広島駅のこれに乗って、フルコースですね。すごくね、これすごい寝心地がいいんですよ。寝心地がいいサンライズで寝といてください。サンライズ、そう、あのちょっとね、サンライズはそうだな、伸び伸びシート、伸び伸びなんですね。あそこ3,500円なんで、あそこ3,500円なんで、はいはい、じゃないかちょっと赤字になるんで、そこはやって、意外と混んでるんですよ。長くなりますか？意外とね、広島ですよ。広島でも近くなるんで、意外とね、混んでるんで、朝はね、すっごい混みますね。100系の橋ですね。100系の、はい、100系、はい、の発売で、はい。ちょぼっとしちゃった。やめなかった。はい。そして続きまして、はい。どう、はい。はい。あ、石で大活躍の、はい、そうですね。はい。石クリーズ模型ですね。はい。はい、新快速というですね。はい。関東にこういった車両が欲しいな、いつも思いながら乗ってる新快速。そうですね。はい。それと、あ、関空快速用の、5000バーターを予約できるので、この2種類を製品化させていただいていまして、ただいま製品化施工中でございます。はい。はい、特に内容ですか？はい。ただ、方法は、はい、1、2列の3列ですかね。あと、5000番台。5000番台。そうですね。はい。0番台は、2+2。2+2の、はい、素晴らしい。そうですね。はい、これ、先頭が、クモハ。クモハ。でしたか、はい、確かそうですね、はい、かぶりつきながらモーターを感じれるというのはなかなかそんなにないので、なお標準機にしてあげたい車ですね。標準機にして乗り的には標準機にして、なんかね、もうガンガンいってほしい、研究と回してもいいよか。そうですね、それぐらいのポテンシャルはある、ポテンシャルがある、こちらの方も製品化進めておりますので、ご期待いただければと思います。はい。そして、はい、メトロ東西線に乗り入れている中央線、総武線の231系、はい、800番台という、はい、231なのにこう狭い車体と、そうですね、はい、いうですね、ちょっと変わった車両なんですけども、ね、はい、しかもあの、ね、非常用扉というか。そうですね、全面貫通の、はい、はしごが取り付けられて、そうですね、はい、なんかあった時にそこから逃げられるんだって、前から逃げられる、はい、うん、地下鉄なんで、はい、そういうことですね、扉をつけてるね、扉つけて、そこもやっぱり中立に、そういうことで、あ、扉は開けませんけどね、僕はさすがに開いたらすごいですね、開いたらね、すごいですね、ね、はい、ちょっとこう、一シリーズを乗せてきたりとか、強すぎますね。いや、そのうち飽きます。飽きますか。発表しちゃいましょうか。飽きます。今度の目標はどうなってます。言える日が来るといいですね。すごいですね、ドア開いたら。ドア開いたらかっこいいですね。シャーッと開いたらもう、なんかバシャンとこうじゃなくて、ちゃっこう。エチオだとね、そういうギミックやってる方もいらっしゃいますけどね。今なりますよ、はい、そのうちがあります、あることを信じて、そうですね、はい、まだ発売前なので、はい、そのあたりも、いやー、さすがにちょっと今あるんですね、はい、ご期待ください、はい、どうぞご期待ください、はい、はい、続きまして、はい、はい、こちらは皆様にお礼のお話ですね、はい、はい、皆さんね、ご存知だと思うんですが、三陸鉄道さん、他の鉄道会社さんもそうなんですけど、大きなダメージをですね、
追われまして、はい、鉄道模型のですね、メーカーの私どもが何か応援できる形じゃないかということで、専用のですね、模型を今回販売させていただきまして、まあ、収益のですね、分をこう、サブスクリプションにお渡ししたいなということでですね、はい、数をある程度の予測で作りましてですね、受注を8月1日から開始させていただきましたが、なんと皆様のですね、興味が非常にいっぱいいただきましてですね、はい、1回目の生産は全て予約で満席となってしまいましてですね、はい、ありがとうございます。このままではいかんということでですね、はい、第2回目の生産を急遽乗り込みまして、はいはい、今の予定ですと12月の受注を取らずに受注をお願いさせていただきまして1月の納品というふうな形でですね、第2回目の生産をさせていただく予定です。今回ちょっとね、買えなかったというお客様がいらっしゃいましたら、ぜひ2回目のですね、生産の時にまたご協力をいただければというふうに思っておりますので、ぜひ皆様ですね、お力をいただきまして、三陸鉄道さんですね、応援させていただきたいなというふうに、はい、思っている次第でございます。よろしくお願いします。そして、はい、はい、会場発表の成果ですね。はい、やってまいりました。じゃん、はい、おー、来た、はい、お、これが出ました。渋い渋い渋いですね。三菱北線、まあ、ブームというか、お前、なったことないだろう、リバイバルから。これ、来ましたね。これ、リバイバルというか、西日本はこのカラコに機動車が乗り換えてるんですが、この車は、本当にカラコにはなったことないわけだから、こういうふうに見えてしまう。カラカラコじゃない。はい、だから、しかしこれが合っている。合っている。これはね、似合ってますよね。似合ってますね、意外とね。結構いい感じなんですね。本物出てきたんですけどね。越美北線の分かれて、はい、駅が分かれて、はい、こちらの方を医療セットで、はいはい、うちのモデルはトイレがついてなかったんですけど、トイレがついてるようにこう窓を埋めまして、はい、解剖のトイレ付きが、はいはいはい、トイレ付きの姿を再現して発売させていただきたいと思います。はい、はい、おお、レッドトレーニー、レッドトレーニー 50K キャッシュですね、はい、全国各地で走っておったんですが、今はもう知らない間に今はもう豪華鉄道が出てる。あとは人吉に一応 SL 人吉かのうちで残ってるだけで、あ、豪華鉄道のみですか。豪華鉄道のみですね。1型のテスト北海道ね、トラックを電車系で、いやー、そうですか。これはね、センセーションなんか、革命を起こした、革命を起こしたこのデートトレイン、そういうね、もう、豪華鉄道を残すのみですか。そうですね、そうですね、そう、逆にね、トリックカーではかなり、はい、ずっとね、長いこと追ってきまして、はい、古い、古い髪型の方でも、いろんな運用曲折があって最終形にこう行き着いてたんですけども、今回全部新規金型に作り直しをしまして再デビューということで、オファ50のターンピーとオファ50のターンピーと全部の編成がオファ50のみと、そういう編成もお楽しみいただけますので、はい、なるほど、はい、一番最初始めた時に小学5年生の時に 50K のあトミックスの 50K のオファ50、オファ52両で始めました。あ、なるほど。EF81 引っ張らせてみたいな。ああ、いいですね。なんとなく北海道地区でね、しようと思って。それは EF76 500引っ張ったんで、はい、EF71 をチョイスしようが多かったんですが、はい、僕としては下は高速にこだわりたいという。なるほど、なるほど。あと将来、電気電池が変わるかもしれんので、一応50クリルしとけば、あとで変わっても、まあ、楽しみだ。北海道、そう、まあ、設定のもとに。まあ、そうですね。で、普通列車に飛行時期。その後、2両増資をして4両連で、はい、あの頃まだ赤が非常に明るい赤、そうですね、はい、まあ、最初のロットのやつも、はい、まだの場合に対する100連、ね、はい、イタリア峠セットとかいろいろございましたね。あれが限定品じゃなくて走りでしたね、はい、そうですね、はい、あれも、ね、イタリア峠のが前だったんですね。あ、そうですね、はい、それを持ってるので、はい、まあ、その後、さらに現状を控えていくっていうのが、はい、すごい、すごい、
おお、いいですね。ノスタルジックビュートレイン、ありましたね。広がるな。超懐かしいですね。ニコロ社が座席者、通車かなかったですよね。夢は広がる空気ではあるということですね。はい、いろんなものもこの後やるかもしれませんし、やらないかもしれません。あら、はい、ちょっとね、もしかしたら、トンネルとかガーッと行っちゃう。青から乗って、青に乗って、ね、クラつけて、ドラえもん乗せて、ドラえもん乗って。広がりますね。広がりますね。あるかもしれません。はい、はい、ご期待いただければと思います。そして、はい。はい。はい。はい、初代のオールに階段階ですね。そうですね、はい、この時ピンクと言われているカラーであと1回製品化をしているんですが、今回ですね、通電カプラーと、新型モニティングということでですね、再デビューさせていただきたいということで発表させていただきました。はい、はい、あの色もなかなか似合ってきた。はい、そういうまた熊谷ですか。これは多分熊谷さんですね。はい、ね、なんかもう分かるもん、熊谷。見てるだけで暑いもん。あっは熊谷、あっちはだから。今が上の行きですね。南口、あ、そうです。はい、上の行きで走ってるから。あ、そうだ。ここはあれだ。八木橋とか。八木橋。そうですね。はい、こちらの方も、はい、第2の故郷です。ご期待いただきたいなと思います。はい、はい、まりました。そして、はい、そしてカゴ、コンテナです。コンテナですね。はい、テナコン、はい、テナコンです。好きな人がたまんないコンテナですけどね。はい、スキムがテナコン、テナコン、テナコン、業界人、業界人、テナコン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 、あー、なるほど、あれね。はい、なんか一気に IT のなんか業界に来たみたいな。テラフォーム、テラフォームという。テラフォームに続いて、テラフォームに続いて、コンプリートコンプリートこちら、ね、見たことない。この左側の写真はですね、反転したみたいな。普通はこういう JR 貨物 のコンテナと、今は赤ベースで白文字というのが基本なんですけども、はい、この W18F というコンテナは白ベースで赤文字と、あの普通のものと色が逆転をしてまして、これはもう見たことないので、これがですね、まあ、あの全国でこの W18F というのは1番から、全国で10個あるんですね。10個しかないんですか。10個で全国各地を走り回っているということですね。結構貴重ですね。知らんわけだわ。はい、あのコンテナ50周年でグリーンを見ることは貴重かもしれません。うわ、はい、おはい、でこちらはですね、コニー107の貨車2両に積んで、1両が5個積みなので、2両で10個。あ、なるほど、コンプリート。単純にフルコンプリートですけども、はい、こちらの、方で、限定でご用意させていただきます。模型だから、いつでも出会える。そうですね。はい、本物に出会うのはなかなか大変なんですけど。撮りましょうね、これね。出会えるわざわざ行ってきましたので、はるばる。はるばる。はるばる。どちらまで？ちょっとブロランだね。ブロラン。ブロラン。はい。ブロランに行く人はいないですよね。これはそうか。なんか昔の冷蔵庫のノリ入ってますよね。そうですね。白くしちゃったみたいな。レムっぽい。まあ、反転感がなんか。はい、こちらの方のコンテナの限定セットと、あとコンテナのみのですね、はい、今の使っている通風コンテナ Z19C と言われているものですね。これの、最新ノットのタイプを、はい、製品化させていただきます。グリーン体は控えたことなんで、通風コンテナね。ちょっと違いますけど、ね、はい、あと日本通さんのこの U20A というタイプと、合わせて3種類コンテナの方をご用意させていただいておりますので、はいはい、寄せ替えて遊んでいただきたいと思います。バラエティが増えるということで、はい、ね、プロ内で行かなくても出会えますので、はい、はい、ぜひ顔を楽しみにしてください。はい、そして、はい、イエス111、はい、そうですね、はい、それとあと北斗星の客車なんですけども、またまた現役、はい、こちらもまだまだ現役なんですが、まだまだ現役です、はい、今回ですね、あのさよなら北陸で作りました新型動力を積みまして、はい、開放鉄と全面鉄量別パーツ化して、なるほど、はい、昔から
そうですね。結構距離が合うということで、動力に通過できるというですので、今回あの新しいタイプで北斗星の車両ですね、はい、ご用意させていただきます。それと北斗星の客車単品はですね、あの2段ベッドタイプのシートを、はい、シートは作り込まれた、ね、作り込まれたやつに変えまして、はい、単品の4点ということで、はい、あの一緒にですね、あの夢空間のセットが再生産ございます。あ、そうです、はい、それと一緒に先ほどの6両線位につなげても夢空間がよろしいです。はい、あの新町な感じができるんですね。こちらの方もお楽しみいただけますので、はい、今や奈良方向です、ね、はい、そうですね、はい、はい、そして、ワイン続きでございます。はい、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 ハントレールですね、はい、あのカーブを欲しい欲しいと言われてました。ちっちゃいカーブ、280と317を今回ご用意しまして、はい、発売させていただく形になりました。はい、一番基本的なカーブレーザーの280と317をカーブはできると、はい、割と PC ですね。こちらの方もぜひお楽しみいただきたいと思います。はい、そして新航機はワイド PC 化したということでですね、はい、ワイド PC 化した新航機3等式、4等式、5等式ということで3バージョンご用意させていただいておりますので、はい、走らせる線によって3等式か4等式、5等式か、これは必要ですね、はい、セレクトしていきます、はい、こちら冬の発売でございます。はい、はい、お次回にはですね、35周年のステップッツ、はい、はい、ご用意しております、はい、まず一つ目がクリーニングカーですね、はい、はい、今ちょうどそのガラステーブルの上に、はい、ございますけど、はい、大きく掲げてくださいました、はい、35周年の今回は、トミックスのグループですね、はい、線路とオレンジというですね、色を使いまして、あのこう馴染みのありそうな色とですね、あの35周年カラーということでご用意させていただいております。はい、はい、カヤ扱い、カヤ扱い、はい、カヤ扱い、カヤ6497という形になっておりますので、はい、なんじゃねえ、はい、重いな、はい、重みをかみしめて、はい、これいろんなタイプ、あの黄色い補正タイプとか、ね、はい、ドクターエアに挟めるタイプもありましたね、ありましたね、はい、なかなか面白くて、はい、ここはあの前の30周年、はい、25周年か、そうです、25周年、30年と2周年、はい、はい、やっておりますので、EF30 の一番で一緒に入ってます、ね、はい、いろいろやってます、花柄とかですね、いろいろありますね、いろんなのやってますんで、これこちらもレクションしていただきたいなと思います。そうですね、楽しいですよね、うん、そうですね、すごくレールが綺麗になるんです、はい、はい、はい、9月の発売予定でございます、はい、そして、はい、はい、今回のですね、この部屋のテーマの、はい、鉄道模型は鉄道模型のみじゃなくてですね、他のものも一緒に遊んでいただきたいということですね、周辺グッズをいろいろご用意しておりますので、この部屋が35周年の、はい、ね、企画、はい、グッズで、ね、はい、出来上がっているということですね、はい、いろいろあの喋ると長くなりますので、はい、割愛していきますけれども、はい、あのいろいろご用意しておりますので、はい、こちらの方もぜひ見て入っていただきたいと思います、はい、そして、はい、こちらエプロンですね、はい、今回ですね、ジャムの会場でまずこの35周年記念エプロンをですね、先行販売させていただいておりますので、はい、はい、こちらも、はい、そうですね、いただければね、良い周到にサインが入っているんですけど、はい、製品はついてませんので、はい、はい、はい、今日お買い上げいただいた期間中に、はい、そうですね、期間中のお買い物をいただいたお客様には、はい、こちらの方ですね、はい、はい、出演者のサインがいただけるという感じになっておりますので、はい、南野さんだけまだ入ってないですね、署名がないですまだ、はい、はい、まだこちらの方まで検索まだ行けてない、あ、はい、そうですね、まだ、はい、私到達してない、まあ、到達してない、重責が混んでたね、そうですね、そして、はい、はい、こちらですね、キーホルダーも発売中でございます、はいはい、こちらも先行販売しておりまして、はい、こちら1000円でご用意しておりますので、はい、はい、優雅で、はい、使えば使うほど味が出る、そうですね、味が出る、はい、はい、
が出るんですね、はい、皆様に愛されていただきそうですね、はい、はい、乾杯いたします。はい、はい、そして、はい、お知らせを、スカパー255チャンネル、255チャンネルである鉄道チャンネルというのが7月から始まりまして、はい、こちらで、今番組2つ、情報特急255というのとですね、あと鉄オアワー TV というですね、はい、のがありまして、もう鉄オアワー TV の方には、この我々、野月さんと、はい、プロさんと僕と3名で、ただ鉄道の話をずっと話しているという、なんていうんですか、もう火にかけっぱなしの鍋みたいなもんですね。そうですね、ぐつぐつ煮込んでる感じですね。なんか日割れそうだったらジャーッと走って、なんかそんな感じの番組ですね。そうですね、はい、ポッドキャストで野口さんにずっと、ね、配信していた、はい、鉄道のアワーをテレビにした。そしたらこんなに緩く、緩い感じで、なってしまったということで、ね、楽しくお届けしておりますので、はい、楽しみに。そしてテレ朝チャンネルというCS の放送局で背景鉄道人というのをやっているんですけども、これ第5シーズンまで終了しまして、今充電中ということなんで、リピートが、なるほどかかっているというこちらも把握できないぐらいかかっているという、はい、そして昨日が出ております千葉テレビさんが「ザ・サンデー千葉市」というですね、千葉市さんの広報番組、これは第1日曜日の9時から放送でございますので、こちらの方もご覧いただければと思います。よろしくお願いします。はい、そして、10月の1日2日で我々はちょっとツアーをですね、やるということで、はい、これいいの、はい、日本旅行館でパッケージツアーを予定しております。はい、はい、田中一恵ちゃんと、この、はい、と僕とで、はい、静岡山梨方面を、ね、はい、行きますね。はい、行き先も本日公開でございました。はい、あ、そうです。はい、ただ詳細はまだ、詳細はまだ接触中ということで、詳細は、はい、詳細は調整中、調整中、南京の電車に乗るか調整中、調整、そうですね、運賃箱が付いているタイプのものに乗るのは間違いないんですけれども、はい、その運賃箱は小田原電機の運賃箱でした、この間のことで、あ、そうです、結構いいと言ったんじゃないですか。結構わかりやすかったですね。結構わかりやすかったですね。山梨方面も私まだ実は乗ったことない。こちらもぜひ皆さんにご乗車していただければと思います。まとまり次第、はい、田中一恵ちゃん、田中一恵ちゃんのブログ、もしくは久野のブログ、日本旅行さんのホームページでお手紹介をお送りいたします。はい、あとごめんなさい、おしまいにですね、情報特急255なんですが、表記が金曜日となっておりますが、土曜日が初回放送になりますので、鉄道 TV は今日ですね、今日が初回放送、25時からスタートですから初回放送、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。高崎を出るそうですかね。また何関西ですか。ムーンライト越後関西です。能登関西、能登関西、能登関西、能登関西で高崎、そうですね、高崎で出るちょっと前ですよね。あ、なるほど、なるほど、すごい。ご両親が迎えに家を出る頃かな、あ、最終列車も兼ねてますね。着く前にご乗車くださいということで、はい、それではこれにて本日のステージを全て終了とさせていただきます。中継の方も終了となりますので、はい、皆様長らくのご乗車ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。グッズの説明を、そうですね、この後ですね、こちらの先ほど、トリックさんのエプロン